カラヒアの棺カラヒア、またはカラヒアの棺はペルー北部アマソナス県の県とチャチャポイアスの郊外にある人型の棺の集まり。その高さは高いもので高さ2.5メートルある。ルヤ地区のカラヒアの断崖あり、1985年にペルー人考古学者フェデリコ・カウフマンドイクによって発見された。 ジャチャポヤスの人々の人型の棺を使う独特な埋葬の風習は1791年のペルーの新聞メルクリオシでも触れられていたがその後注目されることもなかった。しかし1985年カウフマンドイクの発見によってその存在が知られるようになった。カラヒアには最大で2.5メートルの高さの棺が7体ある。 近づくのが困難な断崖に作られたため、猛金類や部外者の手から守られた。もともと8体の棺で構成されていたが、三番目の棺がおそらく1928年の地震でしたに落ちてしまった。それぞれの棺は密接して作られていたために、隣接していた棺に穴が開き、他の棺などを傷つけることなく、内部構造などを知ることできた。 棺の中には布にくるめられた一体のミイラが川の上に安置されていた。また土器やいくつもの副装品も一緒に埋葬されていた。放射性炭素年代測定により、期限5460年の頃ということが分かっている。棺は人型のカプセル状で、粘土土土器と石で作られており、頭部と胸の一部だけ内部が詰められている。そして棺の頭部や体は、 白色の上にトーンの違う2色の朱色で塗装されている。これらの筆には割り木の海岸部と山岳部における埋葬方法の一形態であると考えられる。ありがとうございます。